取れたてミフォファーム通信。はい、どうもこんにちは。今日も取れたてミフォファームの様子をお届けしたいと思います。今日はちょっと曇っているんですけれど、ちょうどいいですね、このくらいの気候というか気温が。霞草満開です。途中にこの野郎の花が混ざってます。でですね、今ちょっと一回り畑見てきたんですけど、ズッキーニの収穫が始まりました。っていうかめっちゃでかい、ちょっと大きくなりすぎた感があるんですが、よいしょ、ハサミと比べてこんな感じ。黄色と緑と苗を買ったので、今年は2色。いいですね、苗作ると。なんか、あ、作るとじゃない、買うとあっという間に収穫ができる感じがしますね。で、ここのさつまいもの畝もだいぶ葉っぱがわさわさしてきて順調に育ってきてます。で、こちらへ進むと、先日あのスナップを仲間がもう撤去してくれたので、すごいすっきりしたんですけど、ピーマン、よいしょ、ピーマン、ちっちゃいピーマンがつき始めました。かわいいね。ピーマン2本とししとう2本だったかな、確か。で、隣のトマトの畝もだいぶ伸びてきて、ちょっとまた後で誘引しようと思います。脇芽がね、伸びてきちゃってて、脇芽も描かないと。2本仕立てなのか何本仕立てなのか分かんなくなっちゃう。いっぱい実ついてますね。もうそろそろちょっと下の方の葉っぱは取っても良さそうな気がしますね。順調ですね。いい。わあ、すごい、トマトの匂いがすごいする。めっちゃトマト臭がする。で、これが月にすっごい大きいよ。もう葉っぱがこんな大きくなるんだもんね。で、今ちょっと何個か受粉をして、もうこのこれとかね、明日には多分いい大きさになってる。これはあと2日ぐらいかな。あと、もうこれとか取ってもいい大きさな気がするんだけど、とりあえずちょっと置いとこうかな。で、緑の方も順調に、これ2つついてる、これとこっちね。で、そうそう、今ね、このなんか変わった花があって、わかるかな、1本の茎がから2つお花がついてるのね。珍しい変わったお花。ここも2つついてるな。ここは3つついてる。これももうちょっとしたら取れそうだ。すごい順調。で、あとトウモロコシも後から植えたやつもちょっとずつ大きくなって、最初のやつもこれあれだな、そろそろ間引かないともったいないけどね、っていう感じですね。草抜かなきゃだな。で、ナスの花が咲いて、最初に咲いた花の実とかついてんのかな。あ、
なんだか、あれ、わかるかな。小さい実ができ始めてますね。うん。あと、インゲンも、つるが、よいしょ、伸び始めてきましたね。つるありインゲン。ちょっとこのネットに絡ませてあげようかな、あとで。かわいいよね、つるが伸びてね。で、あとじゃがいも、やっぱりこっちの方の値段尺とか枯れ始めちゃいましたね。これはまた最後に収穫しとくかな。残念だな。あとでもこっちから、ここがメイクインで、メイクインから先は今んとこまあまあ大丈夫そう。すげえ盛大に花が咲いてる。花も切らなきゃ ね。白いお花と、あとこの薄紫、薄紫の花とね、品種によって花色が違いますね。ピントが合わない。こんだけ葉っぱ伸びていりゃさすがに実が大きくなっててほしいけど、葉っぱばっかりに栄養がいって実が大きくなってないパターンもあり得るので、ちょっとどうでしょうね。はい、でここがかぼちゃの畝ですね。まだつるは伸び始めてないけど、しっかりついてますね。ちょっと人参のあたりも草が生えてるのと、コットンは大丈夫そうで、あとあれだ、ピーナッツ、落花生、よかったよかった、無事に発芽して大きくなってきた。ちょっと発芽してない場所もあるけど、これ落花生じゃなくて草だし、後で抜こう、ね、落花生はしっかりちょっと草抜いてあげないとね、地面に入る隙間がなくなったらかわいそうなので。でラベンダーももう、なんだろう、花の重みでまん丸なドーム状だったのがちょっとなんか割れてきてて、割れるっていうか、ね、下に下がってきちゃってて、また今日も収穫しようかな。ね、いい匂いなのがお届けできないのも本当に残念なくらいいい匂いがしますね。そして追加で植えたシルクもちょっと葉っぱが枯れてるけど、でもきっとついてると思う。雨も降ったし、ね、根もちょっとずつ出てたんで大丈夫だと思う。うん、とよそのに比べるとね、若干今元気ないけど盛り返すでしょう。あとはそう、ごぼうもすごいね、もうめっちゃ葉っぱが伸びてきててすごいことになってる。このあとどうなるんだろう、ごぼうね。今地面伸びてんのかな、ごぼうが。あとこれオクラね、オクラも大丈夫そうですね。葉っぱが増えてきてます。こっちの
枝豆も多分大丈夫でしょう。うん、そんな感じですかね。ちょっと玉ねぎとかも腐らないうちに、葉っぱが倒れてるのは収穫しようかな。鷹の爪もちっちゃいけど実がつき始めています。蚊が、蚊がちょっと出始めたな。刺されないうちに虫除けをまこう。こんな感じです。それではまた。